日本側の弱点をさっき空気感が弱いと言いましたけれども、もう一点弱点があって、それは実在感なんですね。物の存在感がないと。日本画というのは絵空事が多くて、それがまたすごく魅力なんですけれども、その実在感と空気感、それを取り巻く空気感というのを大事にしなければ日本画の風景画の将来はないという思いで、どうやったら空気が出るかとかいうのは考えながらやってきたつもりです。それに加えて今回その虚像を入れるという新しい試みをしたので、また自分の作品というのは新しい方向にステップアップしていくのかなと、なんとかうまくつなげて、将来つなげていきたいなという思いではおりますけれど。